皆様、明けましておめでとうございます。年が明けてしまいましたが、2024年のおせちの動画を出したいと思います。また、今年の年末の参考にしていただければ嬉しいです。それでは、スタート。2024年1月1日の我が家から見えた富士山です。はい、昨日黒豆をだいたい6時間ぐらい煮て、そしてそのまま、ずっと浸しておきました。それで一晩置いたので、ちょっと昨日のお豆はこんな、ちょっと手でね、ぎゅっとひゅっと潰れるぐらい、柔らかい、美味しくできました。完成です。今回の黒豆の分量を、黒豆 300g に対してお水が 1500cc ぐらいで、お砂糖が250、でもうちは甘党なので 300g ぐらい入れました。とお醤油を小さじ2ぐらい入れて、あとお塩をちょこっと入れました。それで、沸騰させた中にお豆を入れて、そして火を止めて、そのまんま一晩置きました。で、翌朝からコトコトと超弱火で煮ていって、途中ちょっと差し水したりしましたけれど、だいたい6時間から6時間半ぐらいでしょうか。で、そのまんま冷やしておきました。で、完成です。今から栗きんとんを作ります。今回は新しい方法で。はい、去年出した、去年、そうそう。そう、2023年に出した動画とはまた違うやり方で作っていきたいと思います。まず、紅あずま 300g、 約 300g を、使います。皮を厚手に剥いてください。はい。早送りします。はい。こんな感じで綺麗に剥きました。はい、では、切っていきます。皮を剥いて 300g になるように調整してください。こうして、水にさらしておきます。はい、これ口なし、入れても入れなくてもそれはお好みで、入れる場合はこの1個、こうやってガーゼにくるんで、こんな感じ。それをこうやってくるんで、これはゴムを食べます。やっぱりお芋を黄色く仕上げた方がなんか綺麗だから、いつもうちは口なし使うんですけど、それはあってもなくてもお好みで、こうしておきます。これを茹でる時に入れます。はい、
水にさらして大体20分ぐらい経ったので、ここからまた次に続けます。今回はいつもコトコト煮てるんですけど、電子レンジで柔らかくしたいと思います。耐熱容器に入れて 150cc の水でを入れて、口なし入れます。はい、そしてまず一つ目のラップは落とし蓋代わりに中にビタッと落としラップをします。さらに600ワットで約10分レンチンします。今回はこれです。堀江ひろこ先生とお嬢さんの堀江沢子さん、よくNHK のお料理番組でもよくご登場なさる先生のところに行って習ってきた中から、栗きんと電子レンジで簡単にできるという方法を教わったので、それをやっています。電子レンジにかけてる間に、みりんを煮ていきます。煮切ってアルコール分を飛ばします。火が入ったでしょ。はい、でこれに続きました。まだ火がついてます。はい、今レンジでチンしてきました。あ、すごい爆発わあ、すごい黄色くなった。はい、そしてもう映ってるんで分かると思いますが、今回は手ではなくフードプロセッサーを使っちゃいたいと思います。これは溶けます。はい、いいですか。はい、熱いうちにはいやります。ね、この潰すのが大変なんですよね。合理的な機械、よく全部入れていいの。600ワットで10分だったのね。うん、お砂糖大さじ4をここに入れます。はい、それからお塩少々入れます。はい、で混ぜます。先ほどの煮切りみりん 100cc、入れます。やろうか。わー、早い。感じ、私たち今までどんなに苦労していたんだろう。いや本当に、でもなんかちょっと芋っぽいのも好きだけどね。うん、はい、じゃあ、はい、熱いうちはこういう風にトロトロですけど、冷めるとやっぱり固くなっていきますから。でこれに先ほどの耐熱容器に移します。すごいフープロっていう収納、しかしもう20年来使っているツン、壊れず。はい、栗のおつゆ、シロップ、シロップ
って、うん、栗も入れちゃっていい。一度、ラップしないでこのまま電子レンジで600ワットで5分。はい。これをひと混ぜしてもう一回3、4分電子レンジでかけます。綺麗な色。うん。いきます。ポコポコいってる。これはなんか熱いうちはこうサラサラしてますけど、冷めてくるとねっとりお芋がしてくるので、このぐらい緩くても全然問題ないです。はい、あの一生懸命混ぜて混ぜて混ぜて作ってた照りがね、すごい照りもうテリテリにするの大変なんだよね、あれ、うん、練って練って。まあ電子レンジとかフードプロセッサーとかこの便利グッズが役に立ちますけど、お持ちじゃない方は、裏ごしして去年やっていただき、去年はでも半分だけフープロ使ってやったけど、まああのそう、ハンドミキサーでもいいな、うんうんうん、ハンドミキサーでもいいし、こう何自分でこうやって潰してもいいんじゃないの、マッシュポテトの、なんかお芋してるのが好きな方もいるし、うちは結構お芋好きだったけど、今回初めてやってみた、サラサラ、はいはい、というわけで、栗きんとん完成です。はい、はい、次は昆布巻きを作っていきます。昆布は3カップの水に、つけておきました。30分ぐらい、そしてこれの、昆布をつけといたこの昆布だしは取っておきます。後で煮るときに使います。昆布ちょっと長さが長いので少し整えておこうかな。端っこは他の料理に使えるので取っておきます。そして、昆布巻きは鶏のもも肉を巻きますので、分にしてちょっと厚さを均一にして、長い棒状にしておきます。こんな感じにしておきます。それからお野菜を切ります。生姜、皮は剥かないまんまで大丈夫です。ごぼうです。ごぼうはよく洗ってゴシゴシして、皮は特別剥きませんでした。これを棒切りにするんですけど、そうですね、このまま。して、
水にさらしておきます。人参、大切りにしておきます。かんぴょうはビヨーン長い、これは一回洗ってお塩でよく揉んでまた水でよく洗います。これを長いまんま2本使います。かぶ、まず生姜を並べて、そしてここに鶏肉、こんな感じ。から巻いたら、かんぴょうを大体こう巻いて煮上がったらこれ切っていくので、ちょうど透明になるぐらいに巻いていきます。どうも、電気ついてなかった、暗かったね。いや、こんなに明るいんだ、忘れていた。こんな感じかな。このようにしてもう一個、このように
巻けました。まだこの材料が残ってるので、まだもうあと2本ぐらい巻けると思いますけど、とりあえず今日は、昆布 40g 分2本作りました。でこれを煮ていくんですけども、このお鍋に入る大きさに切った方がいいと思うので、大体この真ん中ぐらい、こうやって切って入れます。でこうやって並べて、そして煮ていきます。先ほど あの昆布を戻した、昆布だしですね、これを入れます。これ600cc ほどあります。3カップほどあります。でこれで煮ていきます。火をつけます。お酒、大さじ2、お酢を大さじ1入れて、落とし蓋をして煮ていきます。落とし蓋をしていきます。これ便利でしょ、本当に30年ぐらい使ってるんだけど私。もう少し広げる。はい、こうして、弱火ぐらい、中火よりもちょいと弱火ぐらいで30分ぐらい、煮ていきます。しばしお休み。はい、時間が来ました。落とし蓋を取ります。電子を通しています。柔らかくなってるな。はい、大丈夫。ここにお砂糖を大さじ 1.5 とお醤油も大さじ 1.5 入れまして、これ洗える、なんだっけ、キッチンペーパー、これをかぶせてあげます。これがね、一番ね、味が含んでいくのよね。細くして、これで味がよく染み込むまで 2,30 分このまんまにしておきます。はい、では金柑の焼酎で煮ます。焼酎に金柑、今いっぱい金柑売ってます。これ焼酎、これは金柑は何かやったの？吸い上げました。このね、ここにほらヘタがあるじゃない、うん、これこうやってめくってあげれば取れる、はい、で、はい、焼酎、今日圧力鍋でやります。圧力鍋がない場合は、あと焼酎の量がこれよりも多くないと倍いります。今何1カップ入れて1カップ半やって、お砂糖をゾッとするけど 250g、
れて、もうこれだけ、これで、かき混ぜてあげてください。これで火にかけて、この重りが動き始めてシュー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 言ってきたら、10分だけ、うん、10分で火を止めて、自然に重りがポコってここが上がるまで放っておきます。もしもお鍋でやる場合は、焼酎を加えて紙の落とし蓋をします、うんうん、でその焼酎は3カップ600cc、 こういう紙の、これはキッチンペーパーですけど、はい、洗えるってやつ、はいはい、で沸騰したら弱火にして、まあ、大体40分ぐらい煮て、うん、で煮たらお砂糖を 250g 入れて、でもうまた30分ぐらいコトコト煮ます。じゃあこれ火にかけます。では、田作りを作ります。まず、電子レンジで、チンするので、これを、あ、ちょっと大変。ピーって言っている。はい、来ました。火を弱めて。こうして、こういう状態で電子レンジに入れて600ワットで2分チンします。はい、今レンジに入れてる間にタレを作ります。まずお砂糖大さじ3、1、醤油大さじ2、少なめですね。はい、でみりん大さじ2、はい、混ぜて、これを電子レンジで2分半加熱します。見て見て見て、ほら、はい、今電子レンジ出来上がってきました。600ワットで2分やりました。使って触ってポキッと折れるとちょうどいいぐらいです。あ、いい香り。これで今タレを電子レンジでチンしたら和えていきます。はい、そしたら壊さないように優しく、広げてください、はい、重ならないようになるべく、
一瞬外出たから、うん、ごま振ります。消しのみでもいいし、これさ、ナッツを刻んでさ、うん、あえても美味しいと思う。うん、いいかも、うん、でこれで冷ましておきます。はい、はい、まず昆布巻きの方がもう時間が来たので、おっと、はい、こんな感じに煮えました。で、こちらの、よいしょ、圧力鍋に入れた金柑、今重りが落ちたので開きます。開けてみます。わー、いい香り。はい、こんな感じです。よいしょ、わー、かわいい。はい、煮えました。皆様、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。動画がちょっと長くなってしまったので、前半と後半に分けてお届けしたいと思います。また後日後半の動画も出しますので、そちらも楽しみにしていてください。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。明けましておめでとうございます。